こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は32式太極剣詳細解説動画をお送りいたします。ぜひご覧ください。主演寿腕貧網の説明をいたします。目線を西方向に向けて臀部保位調を行った後、右のかかとを西方向につきます。右足先を開きましょう。剣を平らに回し切りながら左のつま先を内に入れます。左足中心だったら右の足を斜め後ろにつき南方向を向いていきます。左の足をわずか寄せて足先からつく C 分になります。剣士と剣を開いて剣先を前に向けましょう。目線を西方向に向けて臀部保位調から主演寿腕貧網、右かかとをつき右足先を開きます。左足先を内に入れ足先からつきましょう。左の足に重心を変えて右の足を斜め後ろにつきます。剣と剣士を開きながら左足先をつける C 分になります。臀部保位調から主演寿腕貧網、臀部保位調から主演寿腕貧網、西方向に右のかかとをつき右足先を開きます。左のつま先を内に入れて徐々に左足中心になっていきます。平らに切りながら南方向を向いていきます。その際左の足がわずかによって左足先をつく C 分、剣士と剣を開き剣先を前の方に向けます。主演寿腕貧網の説明をいたします。目線を西方向に向けて臀部保位調を行った後、右のかかとを西方向につきます。右足先を開きましょう。剣を平らに回し切りながら左のつま先を内に入れます。左足中心だったら右の足を斜め後ろにつき南方向を向いていきます。左の足をわずか寄せて足先からつく C 分になります。剣士と剣を開いて剣先を前に向けましょう。目線を西方向に向けて臀部保位調から主演寿腕貧網、右かかとをつき右足先を開きます。左足先を内に入れ足先からつきましょう。左の足に重心を変えて右の足を斜め後ろにつきます。剣と剣士を開きながら左足先をつける C 分になります。臀部保位調から主演寿腕貧網、臀部保位調から主演寿腕貧網、西方向に右のかかとをつき右足先を開きます。左のつま先を内に入れて徐々に左足中心になっていきます。平らに切りながら南方向を向いていきます。その際左の足がわずかによって左足先をつく C 分、剣士と剣を開き剣先を前の方に向けます。今回もご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また私の著書DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。